とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ、今日は皆さんに問題を出します。今回のタワーで、ガントレットをユニーク商人に出すと、何に変わるでしょうか？俺もまだ知りません。ユニーク商人出してみましょう。答えは、マフラーズ前回と一緒かい。いや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 、これね、ガントレットで24階まで登ってくるの結構難しかったよ。で、マフラーズかい。やめてくれ。まあ、とりあえず、マフラーズでクリアしましょう。うん、まあ、ボスはね、楽勝なんで、なんとでもなると思うんだけども。雑魚戦がね、なぁ、きついんだよね。雑魚戦が。あ、しかも、ここ結構辛いとこだよね。だよね。あー、勝って。勝った。おいおいおい。いや、結構ね、きついです。あ、嘘嘘。結構きつい。いや、今回のね、タワーね、武器防具の、あの、パワー調整がなかなか難しいんだよね。なかなか難しいのよ。オッケーオッケー。まあまあ、次はもうやられませんよ。うん。あまりね、無茶をして、あまり使わないどころと思って、渋ってたらね、ダメなのよ。もう渋らずに、一気に倒すっていうのが、もう今回は良さそう。もうほんと、とにかく、敵のね、攻撃力が高いところがある。うん、これ要注意よ、ほんと。OK。どれ？終わり？よーし、25回クリア。防具がないんだよね、今シーズンってね。OK。まあまあ、あとちょっとで終わりです。頑張ろう。虚無と、うん、火属性入れとけば OK でしょう。これね、防具考えるな。何が一番最適性なんだろうね。全部ね、なんか結構難しい感じで。悩む。じゃあ。あ、で、ここの階は結構敵が多かった気がする。まあ、多かったよね。あっちにもいるんかい。よし。意外と今回召喚ビルドが、刺さるような気もするんだよね。どうだろう。一応エンチャンターの書はあったんで、使えなくはないと思うんだよね。よし、OK。終わりかな。26回クリア。マウラーズで行く。今回はマウラーズでクリアする。いや、でも本当にね、やっぱもうあぶねやかもうもうこれもうほんと近接でほぼ戦えないっていうのがつらい。よし、あんまいいかん。いやいやいや、クリアしたい、クリアしたい。ちょっと待って、ここに出てくるクリーパー要注意ね。 OK。 いや、ボス戦は多分余裕なのよ。いや、余裕でもないかな。うん、いや、でも全然倒せる。あ、嘘終わった